か。聞かれてもな、どこら辺で落としたのか覚えてない？探してみようよ。名前とクラスを教えてくれる？あー、おー、友よ、有森さとみ15歳、サソリ座の B、趣味は手芸で、ジャムボイって細い足首じゃん。あー、私そんなミヤリア、よく橋本こんなに似てるって。似てねえよボケ。私は呼び方は羨ましい、通り越して怖えよ、そま。仕方ない、こういう時は飽きるまでコンクラベ。本当に仲がおよろしいのですね。いや、これはというか、小坂さん、いつからそこに？ほらほら、答えないと離れないぞ。それとも直に触らないとわかんない？もうこれ以上ややこしくしないで。私のことは気にせず、どうぞ続けてください。まあでもぶっちゃけ顔は樺倉さんの方が私好みなんだよね。ひよこのひろたかと先輩のかばくらが現れた。どうする？おいしいですか？いや、うまいにはうまいけどさ、これじゃあレイドボスを何体か同時に相手するとかの方がよっぽど。主君まだあるぞ。あーん、こっちもです。誰か助けて。大丈夫さ、あのガキも生意気だったけど結構可愛いところもあるし、俺とお前を勘違いするほどドジだし、意外に話せばわかるし。そうですか、彼女は可愛かったですか。よかったですね、初めてのキスの相手が可愛い人で。ミブが顔を真っ赤にして恥じらっているところを目撃した者がいるんだが。お兄様、一体何をされていらっしゃったのかしら。魔法？みゆきさんって自傷鑑賞力がよっぽど強いのね。落ち着けみゆき、ちゃんと説明する。私たちには夜のマグワイですらただの挨拶。そんなわけあるか！しずく、そんなこと女の子が言っちゃダメだろ。冗談ですよ。でも、もしもお兄様が望まれるのですと。ダメ！しっかりしなさいよ、イッキ。何流されそうになってんのよ。ありがとう、ステラ。足りなかった？そんなこと。じゃあもう少しだけ。リーザ様、いくら文芸部に可愛い女子が多いからって浮気したらダメだぞ。はい。じゃあまた明日夜メールするからな。ほんとどうすっかな。あ、A few moments later。 そうだ、ジュー君なんか仕方だ。さゆみさん、いいね、言い直しましょう。安藤君はなぜ存在しているのですか。昼休みに生徒指導室に来い。中等部の転校生も一緒にな。どうして姫ラギも。お前たちが深夜のゲーセンから逃げ出した後、朝まで二人で何をしていたのかきっちり説明してもらうからな。月島、アサギならあっちだよ。あ、世界史のレポート。動いてる、動
というわけで一発で全部バレました。ルシアンは分かりやすいからにゃ。見ましたよ。アコ、あんなにゃとか言う人がいいんですね。ああいう人がルシアンの理想なんですかにゃ。語尾じゃねえよ。なんなの。大丈夫ですか。なんとか。あんた、あ、ミサカ、いつまでも母性の塊に甘えてんじゃないわよ。敵、よせ。ちょっと力が弱いんだよな。よし、はい、踏んでくれ。はい。最高に気持ちいい。大石先生に振り飛車を教わってるって聞いて様子を見に来たら。ナミ、ロビン。ナミ、ロビン、女もおるのか。ああ、あれこぼれてんぞ。悪いけどお前とは一緒になれねえんだ。なぜ、なぜじゃ。ルフィ、俺にはこいつらがいるからよ。負け、わらわはま。お待たせ、未来の伴侶の到着よ。やあね、そんな顔しちゃって。テレヤさんなんだから。いや、照れてないから。離れてください、トールは私のデュオです。あら、もしかして泳げないわけ。デュオならトールの邪魔にならないようにしないとね。待て、俺はお父さん。ふんふん、私の知らない匂いがする。はあ、女ね。いや、だから俺は女なんでしょう。これ演技なんだよな。そんなことどうでもいい。もしもお兄ちゃんが揺らぎ以外のものになるんだったら、そんなお兄ちゃんいい、ない。Thank you.